イバンカ・トランプ、イバンカ・マリー・トランプ、な、は日本語では、イバンカとも、1981年10月30日帯、は、アメリカ合衆国の女性実業家、ソーシャライト、ファッションモデル、大統領補佐官。不動産王で第45代、アメリカ合衆国大統領、ドナルド・トランプと実業家、イバナ・トランプの娘であり、トランプ・オーガナイゼーションの副社長を務めた。 ニューヨークの名門女子校の一つであるに通った後、15歳でコネチカット州のチョートローズマリーホール校に転入。同校卒業後、ジョージタウン大学に2年間在学した後、2004年に i ーリーグの一つ、私立ペンシルベニア大学のウォートンスクール、学士課程に転入し優等で卒業。経済学の学士号を取得する。幼少期から芸能界に興味を持ち、 ミュージカルレミゼラブルのオーディションを受けて落ちたことがある。1997年に父がオーナーの一人であるミスティーン USA の司会を務めテレビ界にデビューした。2006年に父が出演するリアリティ番組アプレンティス第5シーズンで審査員キャロライン・キャプチャーの代役として5話のエピソードに出演。第6.7シーズンには キャプチャーに代わりレギュラー審査員となった。同年、ザ・トゥ・ナイト・ショー・ウィズ・ジェレノにゲスト出演し、レノに口ぶりなどに、父の影響が見られるとコメとされた。2010年10月26日、ゴシップガール第4シーズン第6話に、夫と共に、亀を出演した。1996年、モデルとしてデビュー。両親の知名度もあり、すぐに注目を浴びた。 彼女が初めて表紙を飾った雑誌は、セブンティーンで1997年のことだった。それ以来、ベルサーチ、ティエリー・ミグレーなどの有名ブランドのファッションショーに起用されるようになる。トミー・ヒル・フィガーの広告に起用された際は、イギリスの男性時、2006年月、2007年9月号の表紙を飾りフィーチャーされた。これまで、ホーブス、ゴルフマガジン、エルメキシコ、 ハーパースバザーなどの表紙も飾っている。大学卒業後に、いくつかの不動産企業で勤務した後、父ドナルドが CEO を務めるトランプオーガナイゼーションに入社し、不動産開発、買収部門のバイスプレジデントを務める。父譲りと言われるビジネス手腕を発揮し、2008年、パートナー企業であるダイナミックダイヤモンドコーポレーションとオンラインジュエリー、ブティック、 ivankatrumpcollection.com を立ち上げた。海外事業も多数手掛け、特に時給1ドルの過重労働を行っていた中華、人民共和国の工場に依存していたとする疑惑は、物議を醸し、批判された際は、中国の国営紙環球時報が用語の論陣を張り、現地で労働実態調査していた。 活動家も中国当局に拘束されている。中国政府関係者が関わっているとして、イバンカの関わった事業が FBI で刺されてるとも報じられ、米中貿易戦争でイバンカの提携先の中国企業が対中関税を免除されたことや、父ドナルドによるトスタの販売禁止解除に伴ってイバンカが中国で申請していた商標録が承認された際は、市民団体や議会から 利益相反であるとして追求を受けた。2017年1月、トランプ政権の間、トランプオーガナイゼーション及び自身のブランドの経営から退くことが発表された。アメリカ大統領選挙に関して、2007年には、親友のチェルシー・クリントンの母親、ヒラリー・クリントン、ビル・クリントン元大統領夫人エ0 0 0ドルを寄付、同時に、アニ・ドナルドは4000ドル、 元ママ母のマーラ・メイプルズは1000ドルを寄付。2012年にはミッド・ロムニーへの支持を表明。翌2013年のニュージャージー州上院補欠選挙では民主党のコーリー・ブッカーを支援し、夫と共に4万ドルの寄付を集めた。2016年アメリカ合衆国大統領選挙で立候補した父、ドナルドの政治活動でも出馬会見や集会で前座を務め、 戦隊本部長や閣僚の人選に介入し、トランプがシリアをミサイル攻撃した際も決定を後押したとされ、世界各国の指導者との会談に同席し、政府の役職に就かずして、機密情報へのアクセス権とホワイトハウスに執務室を得るなど、父、ドナルドの顧問となった夫、ジャレット・クシュナーととに、その絶大な影響力から政治を私物化しているという批判もあり、 最初顕微備としても注目を集めていることから、父、ドナルドの秘密兵器とも呼ばれている。2017年3月29日には、無給の大統領補佐官に任命されて、夫婦でホワイトハウス入りした。同年5月、大統領の発外遊である中東歴法に、レックス・ティラーソン国務長官、夫のクシュナー大統領上級顧問と共に同行した。同年月に、 ドイツで開催された G20 では大統領に同行。期間中に開催されたアフリカや移民に関する会議では、席を外した大統領の代わりに一時的に着座。イバンカが中国の習近平国家主席とイギリスの名首相の間に座り、会議に参加している様子が報道された。同年9月、当初計画されたイバンカと夫のクショナーの中国訪問が中止され、 首都ワシントン DC で行われた国慶節の記念式典に夫婦揃って出席して中国の留園党国務院副総理と会見した。リバンからの訪中取りやめは中国との非公式な関係が政権の逆風となることを懸念したハーバート、マクマスター国家安全保障問題担当大統領補佐官とジョン・フランシス・ケリー大統領主席佐官が同年11月に予定する。 トランプ大統領の公式中国訪問を優先したことによるとされている。2018年2月23日、2018年平昌オリンピックの閉会式に出席するために韓国を訪問し、韓国のムンジェイン大統領との会談で朝鮮半島の比較化を目指して北朝鮮に最大限の圧力をかけることを再確認した。また、翌24日付の東亜日報のインタビューで、 北朝鮮を抑圧的な政権の一つと非難して北朝鮮から来る誰とも会う計画はないと表明しホワイトハウスも同日に北朝鮮側と交流したり接触したする計画はないと述べた25日のピョンチャン五輪の閉会式ではイバンカはムンジェイン大統領の妻の金正マサトシ夫人と中国のリュウエン島国務院副総理の間に座って出席した十六日に帰国し 北朝鮮関係者との接触はなかった。2018年5月14日、エルサレムでの在イスラエル埋大使館開設式に、オット・ノクシュナーとスティーブン・マヌーチン財務長官らと共に出席した。2018年11月、公務に連邦記録規則に違反する使用メールを使っていたことが明らかになる。他の大統領補佐官や、 ホワイトハウスのスタッフに対する公務に関するメール数百通を使用のメールアドスを通じて送信していた。2016年11月、米ニューヨークにある米大統領ドナルド・トランプの自宅にて、同志と安倍晋三首相の非公式会談の席で夫、ジャレット・クシュナーと共に安倍首相と初対面した。2017年7月、 発展途上国の女性運営を支援する女性企業家資金イニシアティブを世界銀行内に基金設立する発起人の一人として名を連ね、G20 ハンブルクサミットにおいて日本を含む13国が有志に協力を表明した。日本国内では共同通信、毎日新聞、朝日新聞デジタル、産経ニュースなどがイバンカ資基金という個人基金と誤解を招くような 題目で変更報道をしため一部で物議を醸した。同年11月、国際女性会議出席のため初来日、安倍首相も同席して講演に臨み、女性の企業や自立を広く訴えた。来日に伴い、本人が2014年に立ち上げたファッションブランドイバンカトランプの商品が日本国内で大きく売り上げを伸ばした。 しかし2018年にブランドそのものが政治的な理由もあって事業を終了している。同母兄弟、ドナルド・ジョン・ジュニア、1977年隊と、エリック・フレデリック、1984年隊、イボイモート・ティファニー、マーラ・メープルズの娘、1993年隊、イボテイ・バロン・ウィリアム、メラニア・トランプの息子、2006年隊がいる。 2009年10月25日に不動産開発会社クシュナーカンパニーズの後取りでのオーナーのジャレット・クシュナーと結婚2011年7月17日に第一子となる女児アラベラ・ローズを出産2013年10月14日に男児ジョセフ・フレドリックを出産2016年3月27日に男児セオドア・ジェームスを出産した 娘のアラベラには中国語を学ばせており、春節にアラベラと共に中国大使館を訪問し、訪米した習主席と法令姫夫人の前でもアラベラに中国語で投資と民謡のジャスミンを披露させてる。父のドナルドも訪中した際に、孫娘のアラベラが監視を暗唱してる動画を習主席と法夫人に披露してる。 長老派のキリスト教徒として育ったが、現代正統派のユダヤ教徒の夫との結婚に、先立つ2009年7月、一周婚を避けるために現代正統派ユダヤ教に、改修し、ヤエルというユダヤ名を選んだ。シナゴーグを訪れた際は、ユダヤ教への熱い信仰と、熱烈なイスラエルへの支持も発言している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。